直接的な地蔵回避方法。岡田です。今回メールをいただいた参加者へのアドバイスは、あなたにも至極役に立つ内容だと思うのでシェアしたい。参加者からのメール。3人の女性とナンパ飲みに行ったので、その報告をします。1人目、26歳、結構可愛い女性でした。何気ない話をするだけにとどまり終了。2人目、20歳、そこそこ可愛い女性でした。少し共有スペースを意識、店を出た後とりあえず手をつないだものの、いまいち気まずくなり終了。3人目、21歳、この子は相当可愛かったです。 S キャラ、共有スペースを意識、うまく会話を進められた気がします。この女の子が反応の良い子だったことも大きいですが、90分ほどのみ僕の手元をじろじろ見たり、トイレに行ったり、兄ちゃんみたいだと言っていました。店を出た後、ハンドテスト、握り返してくる、次どこ行くと自分から言い出しました。しかしここで帰らせてしまいました。ここでホテルに誘うべきでした。このことは後日また会いました。映画、食事、公園のベンチでイチャイチャ、ホテルに誘うも断られました。時間をかけることで安心感や誠実感を与えすぎてしまった気がします。それが逆に障壁になってしまったと思われます。僕は今20代童貞なのですが、ナンパを始めて可愛い女性と遊べたし、自分自身も少しずついい方向へ変わってきているので、これからも頑張ろうと思っています。ここで問題となっていることが一つあります。声がかけられない日がしょっちゅうある、いわゆる地蔵になることです。そして声がかけられてもせいぜい5人程度です。声かけ数が絶対的に少ないことがボトルネックになっています。 TAV にある地蔵克服に関するものはよく聞いて意識しているのですが、まだまだ躊躇しています。僕は現在人通りの多い場所で待ち構え、女性が通ったらすぐ声をかけるという方法を使っています。ただ躊躇してしまうことがほとんどです。行こう行こうと思って逆に負のスパイラルに陥っている気がします。地蔵克服に関してアドバイスをしていただきたいと思っています。岡田の答え。この参加者からのメインの相談は地蔵回避だが、その解決策として2つの視点からアドバイスしたいと思う。1、直接的な地蔵回避方法。2、総合的な地蔵回避方法。この2つに分けてアドバイスしていく。まず1の直接的な地蔵回避方法について。直接的な地蔵回避とは、現場でいかに克服するかの方法。1、地蔵回避の3カウント方法。現場にてターゲットを見つけたで声をかけようと思う。その瞬間、ポンポンポンと自分の太ももあたりを叩く。叩いたらアプローチ開始。これはゴルフのルーティーンなどと同じで、いつも決まったタイミングで同じフォームで動けるようにセットする方法。2、地蔵回避の3秒ルール。現場にてターゲットを見つけたで声をかけようと思う。その3秒以内に動いて動けなければ諦める。反省もいらない。何も考えずに次のターゲットを探すというルール。地蔵をやってしまうと反省しがちになる。動けなかったことへの自己嫌悪を感じるからだ。だが実はその自己嫌悪している時間が一番の無駄。その状態からは何も生まれない。自己嫌悪とトライアンドエラーは全く別物だ。さらにその状態から復活するのも大変な労力がいる。だからそれを省くためのルールを事前に設定する。以上、2つの方法は現場にてあなたが地蔵になりそうだな、または地蔵になってしまった状態の時に効果的な対処方法だ。実践すればかなりの確率で地蔵は回避できる。だがこれらは所詮
その場しのぎに過ぎない。当然地蔵への意識は残る。これは人生すべてにおいて言えることだが、何かの問題を解決したいときは根本から解決した方がいい。臭いものに蓋をするよりも、臭いもの自体をなくした方がもう二度と匂わなくなるからだ。つまり今回の問題で言えば、地蔵状態の存在自体を消し去った方がいいということだ。そしてそれは2番目のアドバイス、総合的な地蔵回避方法によって可能になる。2、総合的な地蔵回避方法。地蔵状態の存在自体を消し去り、圧倒的な行動力を身につける。これがこの相談者にとっても、おそらくあなたにとっても理想形のはずだ。そのために大切なことは旨味を知ること。チャンスが来たら失敗を恐れず目標を目指した方がいい。特にこの相談者のケースであれば、行動しなかったことへの反省で終わるのと、行動して経験値を得るで終わるのには、それが成功でも失敗でも、その後あなたが得るものに雲泥の差が生まれる。上はただの反省、下は良質なトライ&エラー。しかもこれから述べる点を意識すれば、今後かなりの確率でクロージングできる。3人目、21歳。この子は相当可愛かったです。この女の子が反応の良い子だったことも大きいですが、相談者本人からすれば何気ない感想かもしれないが、実はこの感覚は絶対に持たない方がいい。なぜなら、一人目の女性にも二人目の女性にも必ず好反応を得るポイントがあったはずだからだ。あなたが今後幾多の女性をクロージングしていくために、一人目二人目ではできなかったが、三人目の女性に対してそれを引き出せたという認識を持つべきだ。相手の性格、経験値に依存して、この女性だから落とせた、この女性だから無理目だったといった感覚を持ってしまうと、それが成功失敗に関わらず相手にコントロールされている状態に過ぎなくなる。あなたは常に女性をコントロールする側、この意識を強く持つことによって、一人目の女性にとってベストは何だったのか、二人目の女性にとってベストは何だったのか、三人目の女性にとってといった良質なトライアンドエラーを経験することができる。その結果、あらゆるタイプの女性に強い男に変わっていく。なのでまずは意識を変えよう。次にもう一点、ここでホテルに誘うべきでした。その通り、このタイミングが最もクロージングの可能性が高まったポイントだ。あなたが急激に欲しいと思ったアイテムをその場で買わなかったとする。後日買いに行くことはほとんどないだろう。その時どんなに後から買いに行こうと考えていたとしてもだ。つまり彼女の感情が高まったその瞬間こそ、即クロージングの唯一にして最高のチャンスだ。というか、そのために行動したわけだろう。であれば単純にもったいない。さらに言えば、リスクを恐れて後日に回せば回すほど、相手の意識が恋愛ベースに移行しやすく、無駄な駆け引きが始まってしまう。一言で言えば面倒くさくなる。大切にしたがために遠回りすることになるのだ。場合によっては欺くことになりかねない。これは完全コンプリートの実習現場でも目にする光景なのだが、受講者がターゲットをピックアップしてカフェで楽しそうに会話をし、第三者の線から見ても十分なサインが出ているのに、いざ店を出てハンドテストに移行しないという人がいる。おいと突っ込みたくなるケースが多々あるのだ。これは断言するが、成功体験、失敗体験、行動しなかった経験の順番にあなたの成長を促す。そしてその差はあまりにも大きすぎる。たった一度の人生だ。時にはリスクを犯そう。その行動はきっとあなたの地蔵問題など跡形もなく
消し去ってくれるはずだ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。